えてるか、ガキの頃にここで話したこと。ああ、あの時は正直冗談かと思ったがな。ひどいやつぞ。俺は冗談であんなことを言うような性格ではない。しかしまあ、本当におかしなやつだったよ。お前は子供のために学校を作り、兄弟が死なない里を作るだったが、うん、自分がガキのくせに大きなことを言いやがると思ったが、うん、悪くない夢だった。俺の描いていた夢と同じだった。だからこそ俺はお前と共にここにいるだな。この葉隠れの里か、今の俺にとってこの里は守るべき大切なものとなった。ところで、火影就任の件は考えてくれたか。何？あれはマジな話だったのか。てっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる。俺は本気ぞ。火影役にはお前が適任。これからは里の長として皆を導いてもらう。そして里の象徴としてこの崖にお前の顔を彫るのだ。いや待て、そういうのは俺らしくない。お前の意思は関係ない。せいぜい恥ずかしがるがよい。てめえ、半分嫌がらせじゃねえか。ずいぶんと様になってるじゃないか。その服も。この服は本来ならお前のものだ。俺は今でもお前こそが火影にふさわしいと思っている。違うな。ことは民主的に決まったことだ。民はお前を選んだ。お前が火影だ。まだら。この石碑、これは内派に代々伝わる石碑。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め、陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い、神羅万象を得る。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。だが別の捉え方もできる。ん？まあいい。今のお前に話しても無駄なこと。どういうことだ？柱間、俺は里を抜ける。お前とはここまでだ。なぜ？この里に誰も味方はいない。誰も俺を認めない。俺はお前なしではやれない。火影の右腕として、兄弟として協力してくれ。いずれ民もお前の良さに気づく。その時、二代目火影として。お前の後、おそらく扉間が火影となろう。そうなれば内派はいずれ消されていく。それが分かっていて、里を出るよう内派の他の者に声をかけたが、これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺は別の道を見つけた。待て、今は皆がお前を誤解しているだけだ。現実をどう捉えるかだ。ただ卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか。俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間、お前との戦いを楽しむさ。
本当の夢とは何なんだ。なぜ何も教えてくれない。ホカゲ様、何事だ。ウチハマダラが木の葉に。そうか、戻ってきてくれたか。木の葉隠れに謀反、先遣隊は全滅、第二陣第三陣を送っていますが、すでに被害甚大との報告が。住民たちの避難は進めておりますが、いかんせんマダラの進行を止められません。ホカゲ様、いかがなさいますか。ホカゲ様、何を言ってる。何を。マダラ、この里は俺たちが作った里ぞ。なのになぜ。ダメだ、わからぬ。お前の考えがもう何も。思惑と野望が闇夜の中に渦巻いていた。かつての思いはもはや枯れ果てたのか。その先に待つものは絶望だけか。果たして言い知れぬ痛みを胸に、千住柱間は友へと挑んだ。深淵にただ一寸の希望があることを信じて。